皆さん、昨日飲食店の方の退職を告げました。で、水曜日働いて、その次が、日曜日だったんですよね。で、昨日土曜日じゃないですか。で、結構ね、その水から日の間バタバタしてて忙しくて、あんま直接店に行く時間とか連絡する時間がなかったんですよね。緊急事態宣言とかでなんか閉まるのも早いしね。で、昨日の9時半ぐらいに電話しました。で、昨日ぐらいからね、その店の建物自体もなんか長くなって、10時とか11時ぐらいまでやるようになったんですよね。で、もう時間もないから電話したんですよね。で、ちなみになんですけど、以前になんか電話で辞めるっていうのを伝えるっていうのは良くないよって言われたことがあるんだよね。一応目上の大人正社員の人にとか、 LINE で退職を告げるのも良くないよとか、そういう話もなんか聞いたことあるんですよね。で、俺はさ、その LINE の方がむしろ良くないかって思うんだよね。もちろん一番いいのは直接言う方がいいよ。でも直接言う場合っていうのはさ、結構その職場になんか深く長く関わって、なんだろう、 LINE とか電話だともちろんなんか不義理な感じするから直接言うに決まってんじゃんでもさ、ちょろっと働いて辞める場合はさ、俺 LINE が一番いいと思うんだよね。なぜならば、言った言わないっていうそのことがなくなるから、ちゃんと残るじゃん、証拠として。で、例えば会社の方がさ、よくあるあるでさ、退職は一月前に告げてくださいねっていうなんか規則を作ってるんだよね。さ、それがもうむしろ法律として間違ってるから、14日前なんだよね、法律ではね。で、法律の上に勝手に法律を上書きしてるんだよね。それが間違ってるんですよね。で、それで、まあ、自分はそんなの守るつもりはないから、その会社のエゴなんですから、会社のわがままなんで、辞めるとき、まあ、ネガティブな感じで辞めるときはその2週間前に言えばいいに決まってるじゃんっていうのを貫くタイプなんですよね。で、要はさ、まあ、その、まあ、昔いたね、その職場のまあまあ尊敬つうか信頼があった人にその退職を告げるのは、その電話とかその LINE はないよねってまあ言ってたんだけど、それがちょっと理解できなかったんだよね。うん、まあ何回も言ってるように、もちろんその触れ合いがなんか強い職場だったら、もちろん俺もそう思うんだけど、まあこれないよねって思う職場だったら LINE が一番いいかなって思うんですよね。だってそれ事務的な作業だしって思うし。で、まあ話戻しますけど、で、昨日その電話して辞めます、自分にはそのちょっとここがちょっと難しすぎてうまくこなせる自信がないから辞めさせてくださいって電話で言ったんですよね。で、9時半ですよね。ちなみになんですけど、僕は気を使ってそのピーク時を過ぎて時間に電話したつもりです。一応それラストオーダーとかの時間なのかな、近い時間なんで。で、そしたらすぐ、あ、わかりましたって感じで、じゃあ明日もじゃあお休みで、もう退職ってことでいいんですねって、すごい淡々としたっつうか、うん、何のその山もなくスーって終わった感じでしたね。で、まあ返すものとか手続きとかも別に何もないから、まあこのまま退職しちゃってください。ただなんかちょっとメールかなんかで一応辞めるっていうのは欲しいかなって言われたんですよね。ああ、わかりました。でもメール後でそれ知らないなと思って、じゃあなんか本社かなんかにそういうのを一筆送りますわ、つって。ああ、じゃあわかりました。じゃあお疲れ様でした。で終わったの。で、まあ向こうとしてみたら、まあこいつじゃあまあちょっと厳しいかなとか、ちょっと無理があるよねって思ったんじゃない。でも、だからといって、こいつのなんつうのスキルを受け入れて、とかモチベーションを受け入れて、自分らのその職人気質な縦社会をちょっとさ、ハードルを下げて飛べるハードルにするっていう行為はしたくなかったんだと思うんだよね。で、そのハードルをちょっと下げるっていうことが全然さ悪いことじゃないと思うんだよね、俺は思うには。まあ、当事者なんで。だから本当になんか縦社会でなんか頑固な職場でなんか無駄なさ、なんかプライドとか、うん、そういうのが ある職場だから、結局まあ向こうも慣れてるんだろうね。その来てはやめ何回も見てるんだろうね。そんだから本当にこれだっていう人間を残せばいいって、うちはうちだからみたいな感じなんだろうね。で、結果としたらさ、お互いウィンウィンの真逆なわけじゃないですか。で、俺なんかはまあちょっとさ、まあモヤモヤするし、まあうん、まあねって思うんだけど、いろいろちょっと思うところとかあるんですよね。まあ申し訳ないとか気まずいとか。でも向こうは何だろうね、
結果的にこうやってウィンウィンの逆だから、じゃあどうしたら彼とウィンウィンになれたのかとか、どうすれば今後は同じような風に、ね、ならなくて済むのかって、来てはやめ、来てはやめって、職場のも辛いと思うんだよね、いろんな意味でね、その気持ち的な部分以外でも。ってなるように、なんか変えていかなきゃいけないなっていう、その柔軟性とか、その対応力がなさすぎるんだよね、本当に頑固な立ち上がりなところで、意味がないんだよね、やってることがって僕は思うんですよね。やっぱ歩み寄っていくっていうのは大事だと思うし、その要は古いんだよね、簡単に言うと、その体質が、体制が。で、これからの時代さ、飲食店の仕事もどんどん AI に奪われていくって話も出てるじゃないですか。例えば大手回転寿司とか、ほとんど従業員なくてもタッチパネルだけでなんとか回っちゃうとかありますよね。まあゼロではないと思うんですけど、でね、タッチパネルだけでこのキャパをさばいてるんだっていう店とかもあって、そんだけ時代がこんなに進んでるのに、その職場っていうのは何なんって俺は思うわけですよ。で、やっぱね、もちろんね、そういうふうな大型のその AI が進んでる大企業と打って変わってね、そのアナログな感じの精神とか、なんか人付き合いを大切にしてる店があってもいいと思うの、職人な店があってもいいと思うんだけど、にしてもその会社職場っていうのはいくらでもわがまますぎないかって俺は思うんだよね。バイトだしね、俺。そんなその道でなんか修行にし来たわけじゃないのにって思うし、あと、まあ今になって思うとこういうことでも怒られたんでね、なんかこれはなんとかなんで、これはなんとかなんですとか言って、なんか「はい、わかりました」とか「はい」とか言うじゃないですか。で、当然自分も仕事をしながらそれを聞かされるし、なんかいろいろ言われるわけですよね。で、常にバーってもう動いてる感じなわけですよね。で、要はさ、きちんとやってください、丁寧にやってください、でも丁寧にきちんとするってことがスピードを下げるってことではありませんからねとか、めちゃくちゃなこと言うわけです。そのスピードとかはさ、後からついてくるもんなんだからさ、もちろん丁寧にかつスピーディーにってのが理想なんだけどさ、すぐできるわけないじゃん、そういうのも言ってくるし。で、一番の俺が引っかかったのはね、なんか返事を「はい」っていうタイミングがちょっと食い気味だから、その返事の仕方失礼ですからねって言われたことがあるんだよね、その人に、調理長に。でさ、それもだって忙しくてわーってやってる中でさ、そうなるのはしょうがないじゃんって思うしさ、だからどんだけさ、なんか自分だろこれだっていう、だから共犯がないなさすぎるんだよねっていうのも今思い出したし、すごい職場だなと思ったんだよね。で、今時ね、こんな職場があるんだと思ったし、まあ、だから面接の時点で採用されてすぐ入れたんだなって思うし、だから俺も甘えちゃってたのかなって思うんだよね、面接の時点で。採用でいついつから来てくださいって言われたから、やっぱその甘い話っつうかさ、いい話には裏があるっていうのをちょっとね、なんかそこは資格だったのかなって思うんですよね。で、でもその辞める電話の時は淡々として終わって、でね、今思うとね、あそこのね、なんか人付き合いとかっていうのはね、なんかホールの人とか結構おっさんが店長とか社員やってて、まあ付き合い方とかも見るじゃないですか。表面的にはなんかね、うまくちょっと冗談言ったりするんだけど、人と人に対して心ない感じかなとも思うんだよね。だから要は玄関の立ち話的な感じかな。で、仮に俺がさ、今奥さんを連れてその店に行ったとしたらさ、結構「お久しぶりですね」、なんか「久しぶりに来てなんか嬉しいですよ」とか、なんか「美味しい料理作りますよ」とか、そういうふうに振る舞ってくれるような感じなんだよね。だから何を言いたいかっていうと、その人とかその会社っていうのはちょっとね、宗教っぽかったんだよね、今思うとね。だから要はさ、ペイペイのさ、その仕事のスキルが低いアルバイトもお客さんも同じ人間なわけじゃん。でもお客さんに対してはものすごい尊重するので、ペイペイの社員に対してはペイペイなんだから、なんか叩き上げていくとか、全部インプットさせてうちの規定通りやってもらうっていうのは強くて。だからそういう偏った、まあ確かにね、過去にもあったんだよね。お客さんが何とかでしょうとか、お客さんが待ってくれないよとか、お客さんとその従業員のそのペイペイの弱い立場の人の、なんつうの、同じ、本来は同じぐらい尊重しなきゃいけないと思うの。もちろん表面的な TPO とか態度とかスタンスは違うよ。でもそれが偏っている会社とか、その職場って確かに過去にもあったんだよね。ってところに、まあ久しぶりに当たったなと思いましたね。
で、辞めるっていう連絡をしました。まあ、すごいすっきりしましたね。だから、まあ、またこれをさ、まあ、こういう話しちゃおうとさ、またクソリプでさ、お前は忍耐力ねえとかなんか言うんだろうけどさ、じゃああなただったらできるのかって話だよね。多分できない人の方が多いからと思うし。で、まあ何回も言ってるようにさ、試行回数が、要は最後人間で死んじゃうわけよ。まあ当たり前だけどね。その中でさ、なんか、その仕事がさ、続くかとかさ、その仕事で例えば高い位置に行けるかとかさ、どんだけ稼げるかっていうことももちろん大事なんだけど、もっとなんか俺はね、そんなことよりも、なんか、心の状態とかさ、なんかどんだけその人をなんか楽しませるかとか、人にね、いい気分になってもらうのかとか、の跳ね返りで自分もそうしていくのかっていう方が俺大事なんじゃないのかなと思うんですよね。どうもありがとうございました。